菅総理大臣は来週のアメリカ訪問に続きゴールデンウィーク中にはインドとフィリピンを歴訪する方向で調整していることが分かりました。インドとフィリピンはいずれも中国との間で領土問題を抱えています。菅総理は来週のアメリカに続いて両国を訪問し自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた連携を確認することで中国を牽制する狙いがあります。特にインドとはアメリカ、オーストラリアも含めたクアッドと呼ばれる4カ国の枠組みを定着させる狙いもあります。また、インド、フィリピンの両国とは北朝鮮をめぐるミサイル問題や拉致問題での連携も確認するほか、新型コロナウイルス対策についても協議する見通しです。菅総理は感染状況を見極めた上で訪問が可能かどうかを最終判断します。